翌朝、スクランブル交差点に着くと、すでにローがいた。あ、ローさん、おはよう出勤で。他のみんなは誰もおらず、ローと二人っきりだった。今のうちになんか情報を引き出せるかな。おお、京介、よく眠れたか？お前のせいで眠れんかったわ。お前、一体何なんだ？なんだも何もローだっつーの。気心の知れた仲だろうが、俺とえ？お前は特によ。どんな関係があったんだ俺らに。俺、お前みたいなチャラいやつと付き合う興味はないよ。だから真面目だよ、俺覚えては。ない。俺は真面目だよ。忘れっぽいんだな。傷つくね。結局、昨日は彼の目的を知ることができなかった。今日こそは正体を暴く。暴く。ああ。もうみんな集まった。みんな集まってきた。みんながスクランブル交差点に集まる。ローがいることで不穏な空気が流れていた。不穏な空気発生器って呼んだろう、こいつのこと。今日も不穏な空気発生器。東北の捜索を引き長い続きな。行う。でも、その前に。弾劾裁判。裁判だ、裁判だ。こいつに対して裁判をかけろ。そう言って神谷がローに視線を向ける。彼のことをまず何とかしないといけないと思っているのだろう。彼がいる状態で遠くの捜査に身が入るとも思えない。ローを不審に思ってる人もいると思う。もちろんさ。彼はみんなの友達だったと言うけど、俺たちは誰もその記憶を持ってないし。でも昨夜思い出したんだ。こんな都合よく思い出した。何を？ローがにやりと口角を上げた。なんだ、なんか企んでるような顔をしている。思い出したって。ローは幼なじみの一人だった。え？ そんな都合よくて都合いいタイミングで思い出すよ、お前。間違いなく小学校からの仲だ。マジで？俺たちはどうやら記憶を失っているみたいだ。マジで？は？ そうや、そんな範囲になるよね。みんなもそのうち思い出すんじゃないかな。彼は潔白だ。心配しなくていい。心配ですよ。そう考えてる神谷君の方が心配ですよ。おかしい。そんな都合よく思い出すか？え？おい、ロー、お前。神谷君が寝とるとき、なんか薬飲ませたんじゃん。なんか記憶思い出す薬みたいな。あ、思い出したらダメだ。思い出したらその通りやけん。なんかちょっと吹き込んだんじゃないの？精神操作的な感じで吹き込んだんじゃないの？そんなわけないだろ。こんなやつと仲良くしてたと思えない。仲良くしてたよ、町工事も。むしろ町工事が固く組むようなシーンがちょっと思い浮かぶような。こいつらなんか身長がちょっと近いけんさ、肩組みやすそうな感じがするし。何言ってるんだ、おかしいだろ。昨日と今日でこんな。神谷君が思い出したと言ってるんです。それならそれだけの話でしょう。おお、神谷信者、神谷信者来ましたね。けどね、なんかローが言う通りね、諸角ってさ、神谷君の言葉だったら事実じゃなくても信じそうな感じがするけんさ、そのあたりどうなんだろうって。ちょっと手掴みやがって、腕掴みやがって、もらうぜよ、もう。そこちょっと可愛いな、これ。ようやく思い出してくれて嬉しいよ。ローが挑発するように僕を見やった。あ、ちょっと待って、挑発するたびに僕の方を見て埋めるのやめてください。何が目的なんだ？敵？この世界を終わらせること、決まってんだろ。俺らと同じじゃん。この世界を消すっていうか、出たいんだよな。ローにも東国を探すのを手伝ってもらおうと思って。そりゃ人手が増えるのはいいけどさ。得体の知れない奴とこんな状況で一緒に行動なんてできない。そう言うなって。そのうち町工事も思い出すよ。なんかその言い方洗脳されてるみたいな。ロー君に洗脳されてるみたいな感じになってるよ。でも神谷君のこと洗脳したら諸角もついてくるからな。あ、
酔いによってなんでロウを一緒に来るんだな。なんでロウを一緒に来るんだな、酔いによって。あんなに神谷くんがロウのことをさ、信用する、信用する言うんだったらさ、神谷くんと一緒に行動すればないんだ。なんで俺のグループが入ってくるんだな、お前。ジャズくんと一緒におったさ、俺らの関係邪魔する気よ、お前。鍵山とロウと、遠くの捜索をすることになった。ロウから目を離せないため、志願してロウと同じグループにしてもらった。あ、お前が志願したんだ。しかし、さっきからまるでやる気がなさそうに振る舞っているロウの態度にはさすがに我慢ならなかった。ロウ、真面目に探せ。だってな、見つかるわけないし。ミサイルのことが分かっとるような言い方しなかった。どうして？自分で考えろ。でもね、ロウの言うことも一理あるんですよね。この社会に出たらね、いろんな謎っていうか疑問が出てくるんですけどね、人に教わってばっかじゃ頭に入らないんだよな。自分で考えて自分で答えを出すっていうのが重要なんですな。その方が頭に入る。ロウの言っていることは何気に合っている。こいつとは一つも相まみえるかな要素がない。それほどの嫌悪を感じた。ロウのせいでイライラして遠くの探すことに集中できない。鍵山がいてくれるのがせめても救いだ。こいつと二人きりだったら耐えられなかった。あ、ごめん。僕ホテルに忘れ物しちゃったみたい。おい、ちょっと飛んでくるね。二人きりさせな。ロウと二人きりさせな、お前。お前何を指したんじゃ今ので、お前。え？あ、ま。お前逃げるように去っていくな、お前は。もう背中にさ、ごめん、桜井くん、この空気無理みたいなことを背中に書いてるぞ、お前。振られちまったな。俺と二人で将来の夢でも語り合うか。殴り合うか、お前。今からここで殴り合うか。絶対にごめんだ。そうだよ。桜井くんの将来は、ユリアちゃんと結婚するっていう将来があるんだよ。ああ、俺もだ。その後は、牢への苛立ちをこらえつつ、東国探しに没頭したが、形跡を見つけることはできなかった。捜索中、スクランブル交差点に差し掛かった頃、大変なことに気づいた。何？あー、テーブル置きっぱなしにしてる。道路の真ん中でテーブル置きっぱなしにしてる。車が通ったら大変だ。通らねえよ。ポケットの中にあるものがない。ポケット、なんか入れとったっけ。鍵がない。鍵、あ、鍵入れとったんじゃ。部屋の鍵か。道の途中で落としてしまったのか。どうしよう、どうすればいいんだ。このままでは部屋に戻ることができない。部屋の中には遠くのノートもある。貴重なヒントを無駄にしてしまう。そうか。どうしよう、どうしよう、どうしよう。めっちゃ焦ってる。どうしようが3つも並ぶってことはもうそれだけ焦っとるってことやな。わかりやすく焦ってるな、お前。あ、桜井くん、探していたんだ。どうした？どうしたんだ？これ、落としていたよ。わあ、てつくん、ナイス。それは僕の部屋の鍵だった。安堵にほっと息が漏れた。ありがとう。部屋に戻れないかと思うと焦ったよ。すげえな、鉄くん。お前、体のどっかに金属探知機でも備えてんのか。お礼なんていいよ。それより用心してね。何が起こるかわからないから。うん、確かに不用心だった。犯人の天井なんて渡っていた時には次に消されるのが僕になっていたかもしれない。うん、本当にありがとう。その後、捜索を終えた僕らはみんなの決めた集合時間にスクランブル交差点に集まった。そっか、今日も見つからなかったか。これじゃあ、あれ、あー、びっくりした。いつもローの左側に2人3人おるのにさ、なんでみんな今回ローの右側に全員集まったの。
どうでもいいけどさ。びっくりしたで。こっからこの4人が映っとるところが始まったけんさ、残りの2人がこっちにおるかなと、おらん、あれってなったで。でこっちおったからおるけんな。お前ら特にカレンちゃんなんかいつも左だったやん。びっくりしたないかお前。さすがの神谷も一瞬下を向き、暗い雰囲気になったが、すぐに顔を上げ明るく切り出した。でも明後日までには全部調べ終わるだろう。そしたら見つかるさ。解散の空気が一瞬漂うが、町工事がそれを許さなかった。神谷、やっぱりローのこと納得できない。ああ、まあまあ、思い出せないなら無理もないよ。でも彼は確かに俺たちの仲間だ。思い出した内容がどんな感じだったんだろう。疑うならいろいろ聞いてみればいい。俺たちにしかわからないこと。そうは言うが、神谷が事前に牢に吹き込んでおけば何の問題も生じない。神谷の提案には意味がないと、さすがの町工事も気がついたのか、牢に何も聞こうとはしなかった。不機嫌な町工事に牢が突っかかる。町工事、お前俺が犯人だとでも言いたいのか。そうだよ、お前以外にいないだろう。そうか、現実世界で殺人をしてそのことを覚えてるやつが仮面をかぶってこの中に潜んでるんだと思うけど。さあ、そのところ殺人の話がさ、全然一向に情報が入ってこんからな。推理しようがない。人狼ゲームだったらここで占い師とか出てくるんやけどさ。誰かを傷つける人間なんていない。いやいや、いるんだろ実際。そうじゃなきゃ東国が殺されたりしない。え？さて、死体はどこに隠された。ああ、多分これ冗談じゃ。さすがにそれはないや。ユリアちゃん殺されたとか、そんなブラックなジョーク聞きたくないわ俺は。殺されたって真に受けるな、ユウちゃん。これは嘘だ。やめろって。町工事、証拠もなく疑うのはどうかと思うよ。むしろそっちがやってない証拠を出せよ。お前しかいないんだから。すごい暴論やな、これだけ聞いたら。やってない証明なんてできやしない。それこそ悪魔の証明だ。うるせえな。わかったわかった、そこまで言うのなら俺はこの場を去る。それでいいんだろう。お、なんかあっけなく引き下がるな。ああ、お前と一緒の空間にいることが耐えられない。ったく、せっかくお前らの推理ゲームのお助けキャラになってやろうと思ったのに。一瞬ローの口元に優越が浮かんだように見えた。その時、どうした？なになになに？みんな、ちょっと。どうした？お前。少し震えた声で予想外の人物が場を制したらしくないな、いきなり止めるとか。影山、どうした？こんな状況で影山が何かを言うなんて珍しい。これでさ、ちょっとトイレ行ってきていいかなって言ったらお前ぶん殴るぞお前。みんなここまで急に静止してまで言うことじゃないぞお前。なんだ、どうしたん哲くん。沈黙が場を切り裂く。数秒かもしれなかったが、やたら長く感じたその時間に終わりを告げたのは神谷だった。どうしたの影山。その声を聞いて影山が顔を上げた。さっきまでとはまるで別人のような決意のこもった表情をしている。東国さんが語っていたこの世界の仕組みについて一旦おさらいしてみてもいいかな。どうした急に。おさらいか。影山がそれを必要だと思うならぜひやるべきだ。神谷は先を促すが、僕にはいまいち影山の意図が分からなかった。何か引っかかることがあるんかな。確かに重要な情報を定期的におさらいするのは大切だ。しかし
ローの追放で揉めているこの状況でやるべきことだろうか。クロノス世界には一つのミッションがあって、それをやり遂げることでこの世界から脱出できる。逆に言えばこの世界は僕たちにそのミッションをやり遂げさせようとしてる。だからこの世界は手伝ってくれるんだよ。電気が使える使えないも、記憶が消えてるのも、メッセージだって全部が僕らを導くためのヒントなんだ。そうだね、そう言ったな。そこまでは僕たちも道具から聞いていた。正直改めておさらいする必要もないことのように思えた。しかし次に影山がもたらした情報は信じられないものだった。世界は僕たちの味方で、だからこんなこともできる。ん？容疑者リストを出して。こんなんで出るの？こんなんで出るの？こんなん出してくれるの？なんでローの名前ないの？なんで神谷くんの下の名前ないの？ちょっと突っ込みたいところはあるけど。あれ？なんでユリアちゃんのところ線引かれてんの？で、なんでテツくんそれ気づいたの？もういろいろすごいことが起きてますね。もうなんか、ゲームマスターがそれから見てるような感じになってるやん。ガチのゲームになってる。上から影山鉄、神谷、桜井京介、東国ユリア、二階堂カレン、町小路蒼太、桃の優、諸住愛と表示された。なんで神谷くん下の名前ない？神谷斎じゃない？斎。え？なんかちょっと今考察っていうかパッと思い浮かんだがさ、神谷斎って斎っていう名前偽名っていうか。名前違うんかな、もしかして。それバレたらちょっとすごいヒントになるけん隠しとるみたいな。この世界が隠しとるみたいな。道具ユリアという文字には横線が引かれてある。なんでこんなことを知ってるんだ。実は東国さんにディスプレイの活用法についてこっそり聞いていたんだ。伝えるのが遅くなってごめん。ユリアちゃんこれに気づいとったってこと？道具が一体どのタイミングで影山にこの情報を伝えたというんだ。脱出に躍起になっていた道具が僕以外とはまともにコミュニケーションを取っていた様子はない。となると間違いない、影山は道具のノートを見ている。あのノートの内容にこういうのあったんかな。あの時僕が落とした鍵を使ってこっそり部屋に忍び込んだのだろう。なるほど。僕はまだじっくりノートを読めていないが、影山は持ち前の観察力で重要な情報を頭に入れたのだ。ほう。こうしてどうして影山がそんなことを。ショックと驚きに思考が混乱する。味方の思わぬ行動、そして何より。世界が提示する容疑者は8人でロー君は入ってないんだよ。だからロー君は絶対に犯人じゃない。待てよ。あくまでも僕ら8人の中に人殺しがいるっていうのか。なあ、ユリアの名前が消されてるのってなんだよ。そうだよ、ユリアちゃんが殺されたみたいじゃないか。わからない、やばい。今夜狼によって噛まれたのは東北ユリアさんです、みたいな感じになってるやん。人狼ゲームやん。お前だよこれ。わからない、わからない。何なんだこれ。重苦しい沈黙に包まれたまま、なんとか正気に戻った神谷が、ローはこのまま自分たちと共に行動することを宣言したが、異論を唱える者もおらず解散となった。どんどんローに味方して生きている。なんか周りのにメンバーがローに味方してきてる。必然かこれは。部屋に戻ってからも僕は一人で考え続けていた。呼びかけに応えるディスプレイ、
横線の控えた東国の名前、小さいてもいなかった牢の名前、そして影山について。影山はどうしてあんなことをしたのだろう。時間が経つにつれ影に関する疑問が増えていく。目利きの利く影山はきっと僕が東国の家でノートを回収したことにも感づいてたのだろう。それに関しては何も意外なことじゃない。単に僕が不注意だっただけの話だ。それに東国のノートが見たいと思う気持ちも理解できる。この奇妙な世界の仕組みについて知りたいと思うのは自然なことだ。だけどわざわざ僕の部屋に忍び込む、そう大胆さが僕の頭の中にある影山像とどうしても合致しない、影山はかなり慎重な性格だ。自分の意見は言わないし、みんなの後についていくタイプ。よく人は見てはいているが、積極的に踏み込んだりはしない。なんだろう。みんながみんなそれぞれ知らないその個人を点があるんだろうか。慎重な影山と僕の部屋に忍び込んだ影山。この、なんて読むんだ、なんて読むんだこれ、読めんぞこれ。なんて読むんだよこれは、どういうことだろう。神谷と同じように影山にも何か人格的な変化が起こったのだろうか。あり得る。ノックの音に僕はハッと割りに帰った。誰だろう、また言うだろうか。まずかローじゃないだろうな。この部屋に戻ったらいつもいつもさ、誰かが問いかけてくるんや。今日は誰なんだ。ゆうちゃんであってほしいな。ゆうちゃんであってほしいな。でもこの流れだったら多分てつくんかな。おう、やっぱお前か。ドアの覗き穴から来訪者を確認すると、そこにいたのは影山だった。どうした、まあ、ノートのことについてなんか聞きに来た感じ。一瞬警戒心が胸をよぎった。今ここにいる影山は僕の知っている影山なんだろうか。数秒後、彼の表情や仕草を観察するが、ドアの向こうの影山からは害意とかそういった感情は読み取れなかった。それを読み取ろうとする桜木もすごいな。俺らは読み取ろうとしても読み取れないのに、読み取ろうとすること自体がすごいよ。むしろ深い反省の色が見て取れる。どうした影山、何か用か。謝りたくて。謝って許されるようなことじゃないと思うけど、僕桜井君の部屋に勝手に入ったよ。予想は当たった。それでノートを勝手に読んだんだ。ユリノート。さっき話したことも全部ノートに書いていたことで、本当にごめんなさい。本当にユリアちゃんがこれを暴いたことだったんだ。頭を下げて心からの謝罪の言葉を述べていく影山。こんなにも潔い友人に何疑心や怒りなど抱きようもなかった。何かやむにやまれる事情があったのだろう。いや、いいんだ。あのノートは本来全員で共有すべきものだから。隠し持っていた僕が悪い。うん、桜井君は悪くないよ。仲違いを避けたかったんだよね。僕も同じ立場ならまず隠し持っていたと思う。特に今のローのことを思い出した影山に、影山じゃないわ、神谷君に渡したらちょっとやばいことになりそうな雰囲気がある。なんで神谷君だけなんだろう、ローのことを思い出したんは。気心の知れた幼馴染だけあって、影山は僕の意図を分かってくれていた。だから今この場で分かないことは一つだけ。影山、教えてくれ。どうしてそんな大胆な真似をしようと思ったんだ。
責めてるわけじゃなくて、純粋に知りたいんだよ。僕の中の影山と目の前の影山がなんだか噛み合っていない感じがするんだ。うなずくと、影山は少し、なんて思う、難しい感じよう出てくるな。してから答えた。自分を一番大切にするのをやめようと思ったんだ。あ？どういうことだ。僕ってさ、これまで大事な時に全然行動できていなかったんだ。いろんなことに気づける目は持っているのに、肝心な勇気はなくて、自分が傷つきたくないから何もしなくて。けど影山は目に力を込める。でも変わらなきゃいけないんだ。こんな状況だからこそ僕にはできることがある。変わるんだ、神谷君や桜井君みたいに。そうか、これはいい変化やな。それはいいことだと思うぞ。おお、なるほど。それだったらちょっと安心したって感じがする。おお、それだったら別に OKOK。 結局部屋に侵入した動機については何一つ明確な答えを得られなかった。だけど分かった、ここにいるのはいつも通りの影山だ。そしていつも通りの影山はこの世界で変わろうとしているらしい。僕たちのために何かをしようとしている。そうか、影山はみんなのために頑張ってくれていたんだな。そうだな、自分の弱さを認めてそれに向き合おうとしている。強いよ君は、強いよ君は。よし、なら僕ももっと頑張らないといけないな。力を合わせてこの世界の仕組みを解き明かそう。ありがとう桜井君。みんなで脱出しようね。それでノードに関する会話は終わった。言葉は少なかったが互いの気持ちは伝わったと思う。去り際影山はふと思い出したように言った。そうだ、町工事君がこれからスクランブル交差点でワンマンライブをやるらしい。見に行く。なんだこれ、ワンライブ、ワンマンライブってなんだお前、歌うんかお前、こう、マッチ工事お前。なんだこのタイミングで自分の今の疑問を叫びますみたいな感じで、もう。なんだお前、マッチ工事お前の情緒がよくわからんぞお前。ワンマンライブ、こんな時に何考えてるんだあいつ。そういう進路を希望してんの、ミュージシャンになりたいとかそういう進路を希望してんのあいつ。多分町工事くんなりにみんなのことを考えてるんじゃないかな。俺の歌で新規臭い空気を変えてやるぜ。なんだお前、熱気バサラかお前は。影山お前は熱気バサラかなんかかお前。俺の歌を聴けみたいな感じだかお前。そうか、そう考えるとあいつらしいな。マクロス世界の住人かお前は。町工事なりにできることをしようと考えているのかもしれない。町工事だけじゃない、影山もだ。なら僕もできる限りのことをしなくてはならない。僕は遠慮しとくよ、ちょっと考えたいことがあるんだ。行こうぜ。町工事がどんな歌歌ってどんな暴れ方するかちょっと見てみたいんやけど、俺は気あるやけど。影山ビデオ撮っといてくれ、ビデオ撮っといてくれ。ライブはみんなで楽しんでくれ。分かった、それじゃあ。すごい気になるってことは、町工事結構自分の歌声に自信ある感じなんやろうな。それでボエーとか言う。効果音でボエーとか言うさ、出てきたらさ、ええってなるからな、お前。あ、また明日。影山に手を振り、ドアを閉める。彼への疑念が消えたことで、僕の心はだいぶ軽くなっていた。あとは、あのディスプレイとローについて考察するだけだけれど、少し考えれば分かりそうなものだった。道具がなぜ消されたのか、論理的に考えると
犯人にとって邪魔だったからだろう。めちゃくちゃ犯人の真相に近づいとったもんな。ディスプレイのことなんかなんでようか思い見つけたんだろうな。なら次に行かされるのも犯人にとって不都合な人間では人物ではないのか。わ、この場で言ったらノート持っとる桜井くんとそれを見た影山やん、鉄くんやん。鉄くん、わあ、だあ、もう案の定や、案の定どこじゃないよお前。フラグ回収が早すぎたお前。フラグ回収が早すぎでしょお前。翌日、影山は姿を現さなかった。やばい、人狼ゲームみたいにいち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 一人殺されていっきょる。消失。やばい、ショーが終わるために一人消えていっきょる。